エターナルセーラームーン月のうさぎ役の三井た殿です今日は目いっぱい楽しんでいきましょう配信の皆さんも楽しんでねよろししくお願いいたします林原恵さんどうも、えー、この度ギャラクシア」をやらせていただきました林原恵です、えー、1900年代から30年時を超えてまさかおうちにいながらにして我々が見える時代がやってきましたねっ まさに未来まで、セーラームーンは来たよ。今日は楽しんでね、林原めぐです。よろしくお願いします。共演者から、あの、見ましたって言って。ラインが届いて、あの、本当、うさぎちゃん、お疲れ様でしたとか。うさぎちゃん、本当に頑張ってて、涙が出ましたとか、あの、メッセージがポロンポロン入ってきました。林原さん、どうですか、周りの反響。はい、あの、まあ、ギャラクシーをやるって決まった時に。 まあそのどんだけヒロインであり主人公であるうさぎうちゃんでありセーラームーンを追い込むんだというねラスボスのような役なんでどんだけみんなから嫌われるんだろうという覚悟でねそれもあの喜びと思ってえ取り組みましたけどもなんかなぜかギャラクシア様に共感様っていうのね皆さんねギャラクシアのことそれもびっくりだったんだけどギャラクシア様がついてなぜかその共感してくださる大人女子の皆さんがたくさんいらっしゃるようで。なんか なそれもそれでありがたいことだなと受け止めてます。ちょっと嬉しい感じの反応も書いてきたん、ね、ですよね。なるほど、うん、大人だなと。はい、うん。前編は一応そのまあ前編のご挨拶の時にも言ったんですけれども、ギャラクシアの怖さとしては正面突破というよりはあの裏口だろうが窓枠だろうが空いてれば隙さえあればそこにからすっと。 まあ隙があなたのおちだよって気がついたら後ろにいるみたいなそういう怖さを自分の中では構築してましたけれども後編はよりそのなんで前編の時にはおいでおいででしたけど本当に来るセーラー戦士であるえまあうさぎちゃんでありセーラームーンとの対峙になっていくのでより熱量は増しま,すよねうんまあアフレコは楽しかったですけど。<laughs> はい、ますますそのギャラクシーやマップリをこの後ね,ねなんか炎が青い方が温度が熱いって言いますけど<あ>なんかそれの極限まで入れたっていう感じですねなるほどかっこよかろ自分自身どんなダメなところも全部受け入れて自分自身を信じてあげて前に進む力ピュアなこの力って何者にも 変えがたいものなんだなっていうことを教えてくれた本当先生のような <laughs> そうすごい存在なんです <laughs> はいもうヒロイン永遠のえ<ー>もう最強ヒロインだなと私は思ってますはい人生の一部であり人生の先生であるっていうね。 林原さんどうですか私も小さな頃から「セーラームーン」を見ていて思うん <laughs> ですけれども <laughs> ありがとうございます、まあ、私はあの90年代一緒に駆け抜けた一つの作品で私は出てああの一度だけね劇場でお世話にはなったんですけど、えー、選手として関わってたわけではないですけれども当時琴ちゃんの頑張りだったり、まあ、自分も頑張ってた時代を共に歩いていた作品で当時はですねまだここまでこう声優というものが世の中に出るものでもなく、まあ、近所の 子どもたちに声優をやってるということがバレた日には「セーラームーン出てる出てないドラゴンボール出てる出てないダメじゃん!」っていうね <laughs> たったその2つでダメじゃんって言われちゃう時代だったんです。<laughs> ね、で、まあ、そんな中でこんな形で最後の最後の最後に時を超えてまたえこういう歴史を作ってきた作品に帰ってきたような出てもいないの1回しか出てないのに帰ってきたようなえ気持ちでいます。で改めめてて外側からですけども今回初めて あの対峙するという形であのうさぎちゃんと関わって、まあ、圧倒的なこれは前半でもの舞台挨拶さつでも言ったんですけど金色という色がねいかにこう外側に向けている色であって白という色がどれだけ人を包むんだっていうことも感じたし、まあ、この時代もう今チャットなんとかとかね SNS とかいろんな,なんだろう嫌だなと思ったらブロックしちゃうとか、うん、なんか友達欲しがってるくせに自分から閉ざしてたりとか。 そんな時代にゆるゆるとなっていってそんな時代に疑問を感じながらも身を置いてるじゃないですかみんなでもやっぱりどっかで仲間欲しかったり一緒に泣きたかったり一緒に立ち上がりたかったり肩を抱いて欲しかったりとかそんな気持ちをねあのこの劇場からもう一回浴びていただいてまた皆さんが家うち帰った時に誰かのそういう人になってほしいなっていうかなんかあのー。 なんだろう面倒くさいものってすごく大事なんですよね。うん面倒くさいものを放り投げずにもう一回向き合うチャンスにしてほしいなというふうに思います。はいもう一人の先生でした。<laughs> <laughs> あそっちの先生 <laughs> ねセーラームじゃないですけどねギャラクシアもだいぶだいぶいろんなことを感じてあんな人になってるんでぜひあなたがギャラクシアを救える人になってほしいと思います。はいありがとうございます。 水木さん、伺ってもいいですか。どんな存在ですかね。ねえ、なんか、改めて、あの、ね、喋りづらいよね。<laughs> そうですね。外から、あまり見,見れてないんですよ、まだ。うん。多分、90年代が終わって、その、しばらくしてからは、ちょっと俯瞰的に。あ、セーラームーン、やってたなって、みんなに愛されて、その時、本当、新人だったので、がむしゃらに。 もう1話とか2話のセリフなんか全部200%でうわーってうるさくしゃべってるだけでもう今思うととても恥ずかしいんですけどただそれが月のうさぎちゃんっていうものにピタッと割とはまってそしてそのドジっぷりとかダメっぷりが皆さんの心をなんかある意味癒したというか共感してもらってで月のうさぎちゃんという人間の一番の強さって私いろんなところで言ってるんですけど。 敵だろうが味方だろうが男だろうか女だろうが他の星の人間だろうが全く関係なく困ってる人がいたら助ける苦しんでいる人がいたら救うっていうその共感力だと思っているんですよねなのでこうアニメーション作品ではやっぱりねセイラー・ムーンも言ってる愛とか正義とか堂々ともう滑舌よく喋っちゃっているんですけどアニメーションだから多分皆さんの胸に届く 普段生活している中でこれは愛でしょうとかこれが正義でしょうっていうとやっぱり鬱陶しがられたりすることが多いですよねやっぱり大人の世界はね。だけどまたこの作品を見て自分の思う愛ってんだろうとか自分の正義ってなんだろうとか自分の譲れないポリシーってなんだろうとかなんかちょっと考えて思い出してその。 なんでね、忘れていた宝石をもう一回輝かせてくれたらいいななんて思う作品です戦えこの私とたくさんの私の仲間たちをどうか私に力を貸して「セラムーン」セム「セムーン」「<laughs> 劇場版二少女戦士セーラームーンコスマス」